335年戦争は、オランダとシリー諸島の間で1651年から1986年まで戦われた戦争である。平和条約が335年もの間、締結されなかったために、一発の銃も撃たれることなく、最も犠牲者が少ない、世界で最も長く続いた戦争であると言われている。この戦争の原因は、心境と革命にある。 国王軍と議会軍が戦った。この内戦において議会軍を率いていたオリバー・クロムウェルは国王軍と戦いながら次第にイングランドの端へと追い詰めていった。この結果としてイングランドの西ではコーンウォールが国王軍の最後の拠点となった。1648年、クロムウェルは議会軍の手がすぐ届く距離までコーンウォールへと迫った。国王軍の主要な戦力は チャールズ皇太子に忠誠を誓う海軍であった。国王軍海軍は、高日海岸の沖に浮かぶ、国王派のジョン・グランビル教書領のシリー、諸島へと撤退を強いられた。ネーデルラント連邦共和国海軍は、議会軍と同盟を組んでいた。オランダは、80年戦争の過程で、エリザベス一世に始まり代々のイギリス統治者から援助を受けていた。 1648年1月30日のミュンスター条約によりオランダはスペインからの独立を獲得した。オランダはイギリスとの同盟を維持し続けようと努めており、内戦において勝ちそうな側と同盟を組もうとしていた。オランダ海軍はシリー諸島を根拠地とする国王軍海軍の攻撃による被害に悩まされていた。マールテントロンプ提督はシリー諸島へ赴き、 国王軍艦隊によって打破された船舶や積み荷などへの賠償を要求した。ブルストロード・ホワイトロックの記録によれば、1651年4月17日付の書簡で、トロンプはペンデニス城へ来て、オランダの船舶と積み荷への賠償を要求し、受け入れられなければ、戦線復告すると語ったとある。イングランドの大半は、議会軍の手にあったため、戦線は、 シリー諸島に対してのみ布告された。戦線のすぐ後の1651年6月、ロバート・ブレイク帝督に率いられた機会軍は国王軍艦隊を降伏に追い込んだ。オランダ艦隊はすでに脅威が存在しなくなったために一発も発砲せずに立ち去った。ある国家が他国の一部に対して戦線を布告するという曖昧さのため、 オランダ艦隊は戦争終結を公式に宣言しないままであった。1985年、シリー諸島の議会の議長で歴史家でもあるロイ・ダンカンがロンドンにあるオランダ大使館に対して手紙を送り、シリー諸島がまだ戦争中であるという神話について説明した。大使館の職員はこの話が事実であることを確認し、ダンカンは ラインハイデコペル中英オランダ大使を諸島へ招いて平和条約に調印した。条約は戦争が始まって335年後の1986年4月17日付で結ばれた。条約に調印したハイデコペル大使は戦争が継続していたためにシリー諸島がいつオランダに攻撃されるかわからないという状態で住民にとってはずっと悩みであったに違いないと。 冗談を飛ばした。レックスリオンボーリーは、著書、戦争中のシリーの中で、ホワイトロックの記録が戦線の伝説の起源で、あるらしいとし、トロンプは、政府からシリー諸島に対して、戦線布告する権限を与えられていなかった。実際には実力を見せつけて、国王軍から賠償を取り立てようとしたのだろうが、議会軍に対して、攻撃となるようなことは何もできなかった。 たとえ実際に戦争が1651年に起きていたとしても、イングランドとオランダの間で結ばれ、第一次エラン戦争を終わらせた1654年のウェストミンスター条約で全ては解決していたであろう。と主張した。ありがとうございます。